道教は、中国三大宗教の一つである。中国の歴史記述においては、道家、道家の教、道門、道宗老子、老子の教、老子の学、老教、原文などとも呼称され、それぞれ若干ニュアンスの違いがある。老子の誕生を描いた、画道教は、中国固有の宗教で、中国の三大宗教の一つに数えられ、時には、 外来宗教を除いてその後に残る中国の宗教形式をすべて道教の名で呼称する場合もある。多神教であり、その概念規定は確立しておらず、様々な要素を含んだ宗教である。伝説的には皇帝が快祖で、老子がその教義を述べ、五感の長領が教祖となって教団が創設されたと語られることが多い。一般には、 老子の思想を根本とし、その上に、不老調整を求める神戦術や、不、時、仏教の影響を受けて作られた、経典、儀礼など、時代の経過とと,ともに、様々な要素が積み重なった宗教とされる。他にも、牧師の寄進信仰や、儒教の倫理思想、恩陽五行思想、死に思想、功労道なども、道教を構成する要素として挙げられる。 道教は、中国の様々な伝統文化の中から生まれており、中国で古くから発達した金属の精錬技術や医学理論との関係も深い。道教は、五冠末頃に生まれ、紀神南北朝時代を経て成熟して経過し、随唐から壮大にかけて、流星の頂点に至った。その長い歴史の中で、悪魔祓いや、治病息災、占い、生命判断、 風水といった不術や迷信と結びついて、社会の仮想に浸透し、農民放棄を引き起こすこともあった。一方で、社会の上層にも浸透し、同志が皇帝個人の不老調整の欲求に奉仕したり、皇帝が同教の力を借りて支配を強めることもあった。また、陰遁生活を送った知識人の精神の拠りどころとなる場合も多い。 こうした醸成された道教とその文化は、現代にまで引き継がれ、様々な民間風俗を形成している。現代、全世界に、道教の神道を自認する人は3000万人ほどおり、台湾や、東南アジアの家教、家人の間で信仰されている。また、中国のみならず、中国文化の影響下にあった朝鮮半島、東南アジア、日本といった地域では、 同教的な文化を多く受容している。中国本国においては、54運動や日中戦争、また、中国共産党の宗教禁止政策などで下火になったが、近年徐々に復興している。同教が幅広い内容を含むものであることは、古くから指摘されており、例えば南朝ハリの流教が表した、滅ロ論では、同教の3つの要素たる。 同教三品として以下の三点を挙げている。また、元の馬丹林が表した文献通行の形跡項では同教の内容を五つ挙げている。これらの説を受けて、四個定用の同化類の序文では、同化は、老僧の正常地持ちを根本とし、その後、新鮮化、連丹術、負、時、召集などが加わっていったという説明がなされている。以下、 重要な要素ごとに説明を加える。水牛の上に乗った老子馬を大白者の老子老子は、先進時代の学者とされるが、その経歴については、不明な点が多く、その思想を記した書である、老子道特教の成立時期も様々な説がある。道教は中国古来の宗教的な書関念をもとに、長い期間を経て醸成されたもので、 一人の教祖によって始められたものではないから、老子が道教の教祖であるとは言えない。しかし、老子に説かれる道の概念が道教思想の根本であることは確かである。道教においては、不老調整を得て道と合一することが究極の理想として掲げられ、道徳の教理を記した書の冒頭には、老子の道、または 道徳について説明がなされるのが通例である。老子の冒頭には、以下のようにある。道の道とすべきは、常の道にひず。名の名とすべきは、常の名にひず。七し天地の始めには。名あり、万物の母には。故に常に無欲にして、その名を見て、常に有欲にして、その今日を見る。この両者は、同じ木より出て、名をことにし、 同じくこれを現という。現のまた、弦、修行の門。老子第一章、老子では、世間で普通に、道と言われているような道は、本当の道ではないとして否定し、目に見える、現象世界を超えた、根源世界、天地万物が現れた、神秘の世界に目を向ける。道は、超越的で、人間には捉え難いものだが、 天地万物を生じるという偉大な働きをし、木という形で天地万物の中に普遍的に内在している。老子に見られる、道徳、柔ら、無意といった思想は20世紀後半に発掘された馬王大白書や各天諏訪絵館から推測すると戦国時代後期には知られていたと考えられる。道を 世界万物の根源と定める思想もこの頃に発生し、やがて、老子の思想と同じどうかという学派で解釈されるようになった。一方、老子道特教の政治思想は、古代の帝王である皇帝が特無意の政治と結びつきを強め、どうかと放かを交えた功労思想が成立した。前漢時代まで大きく広まり実際の政治にも影響を与えたが、 武帝が儒教を国教とすると民間に深く浸透するようになった。その過程で、老僧思想的原理高級の面が捨てれ、皇帝に付随していた新鮮的性質が強まっていった。そして、老子もまた不老不死の仙人と考えられ、信仰の対象になった。道教においては、不老を調整を得て、道と合一することを理想とするが、その際には、 精神的な悟る脱げだけを問題とするのではなく、身体的な側面も極めて重視する。そのため、刑事上の道の具体的な発言である木もクローズアップされるようになった。健康で長生きしたいという人々の共通の願いが永遠の生命を得るという超現実的なところまで膨らませたものが新鮮という観念であり、道教では、 理念的には新鮮になることを最終目標としている。新鮮は、東の海の遠くにある蓬莱山や西の果てにある、混乱山に住み、不老不死などの能力を持っている。また、戦国時代から関大にかけては、新鮮は、羽の生えた人としてイメージされることが多く、新鮮は天へと飛翔する存在とされる。新鮮は、創始においては、新人、新人。 詩人などとも呼称される。外端信頼に出版された練り金術の書。神仙への憧れは様々な伝説を生み、列仙伝や神仙伝といった仙人の伝承が生まれた。仙人になるための修行理論や方法は、勝子の宝木師に整理されている。勝子は、人は学んで仙人になることができると主張し、そのための方法として、行基や動員。 森数などを挙げる。勝ツが特に重視するのは、簡単と、金益の服用である。このように、亀石草木を調合して、不老不死の薬物を連成することを、外端と呼ぶ。勝ツは、新鮮になる方法を知りながらも、経済的理由で必要な金属や鉱物を、入手できないため実践に至らないとも述べている。実際には、水銀化合物を含む、 炭薬は毒薬であり、東大には炭薬の服用による中毒で死に至った皇帝が何人も出た。練炭術の研究は炭車や鉛といった鉱物に対する科学的知識を多く蓄積し、東大の同志が練炭の過程で事故を起こしたことがきっかけとなって火薬の発明に至った。また、同志は中毒死を防ぐために医学について研究したため、 漢方医学の発展を促し、連炭術の成果は医学に吸収されて、外科の薬物として用いられている。壮大以後は、金炭といった、外物の力を借りるのではなく、修練によって、自己の体内に荷を作り出すという、内炭の方が、盛んになることとなり、外炭は下火になった。内炭内炭とは、人間の肉体そのものを一つの反応がまとし、体内の、 木を薬剤とみなして、丹薬を体内に作り出そうとするもので、それによって、不老調整が実現するとされた瞑想法、身体技法である。呼吸法には、徳行を治め心瞑想法には五臓を意識して行う、過食五臓の術、他に、右の歩みを真似て様々な功用を求めた、右ふなどがある。また、道教においては、体と精神は、 密接につながっていると考えられるため、感情を調和の取れた穏やかな状態に保つ、精神的な収容も、不老不死のために必要であるとされた。当代までは、外端が盛んであったが、壮大以後には、不老調生法の主流は内端に移り、収益三同軽と長白端の五神編が内端の根本経典とされた。五神編の内端法は、 金炭を体内で連成する段階と、それを体内に巡らせる、金液肝炭の段階に分かれている。前者の段階は、腎臓の部位に感じられる容器の、死にと、心臓の部位に感じられる、陰気の、心影を交合させると、単田に金炭が生じるというもの。後者の段階は、体内の金炭を育成し、体の正気を金液に変化させる。この時、金液は、 ただし、脈と人脈のルートに沿って、体内を還流し、10ヶ月続けると新鮮になる。ただし、これと同時に、神聖、精神の収容も必要であるとされ、これは、生意の地研修また、生意の地層を治むと呼ばれ後の,の全身教で重視された。屍かば海戦以上のように、同教においては、様々な方法によって、不老調整の先人になることが目指されたが、 現実には死は避け難いものであった。そこで、型の上では死ぬという手続きを経た上で、後に千人になるという考え方が生まれ、これを屍替という。屍替え戦の伝説には様々なものがあり、死んだ人が生き返った、棺の中の遺体が消えて服だけになっていた、遺体が蝉の抜け殻のように皮だけになっていたといった、逸話が語られた。また、 三薬によって中毒死した場合も、それは本当の死ではなく、屍海戦になったものと考えられた。同郷における神四川諸都公園史の二王病内の、同冠の一例。同郷は多神教であり、中心となる神としては当初は老子を神格化した老君や大乗老君がおり、六世紀頃からは宇宙の道を深格化した原始天孫や、 大乗道君、13世紀頃からは皇帝の変身である玉皇大帝や旅祖がいる。他にも、かまどの神や魔祖など無数と言えるほどに多くの神が存在する。道教には、人々が自力で旋回に到達し、苦しみから救済されるという自己救済の形式のほか、人々の苦しみを救う神格も存在している。特に陸朝時代中期以降は、 仏教の大乗思想を道教が受容し、明快の使者をも含めたすべての存在を救済するという考え方が取り込まれ、様々な解放儀礼が整えられた。例えば、原始天孫は宇宙の現初の気を受け、天地の崩壊を超越して、普遍とされる存在で、項のサイクルごとに救済を行うとされた。天界説道教において、天の世界は神々の住む場所であり、 人も程度に応じて到達可能な理想の境地であるとされた。しかし、具体的な展開説は、同教経典において様々な形で現れ、統一されていない。東大初期の頃に、一応の完成された展開説として定着したのが、36点説である。同門系放送小辞書は、以下のように述べている。展開は十六の点が積み重なった構造を、 している。3階のうちにある28点と、その上にある8点に分かれる。3階28点のうち、一番下の6点は4階、次の18点は四季階、次の4点は、無色階である。3階28点に住む、者たちは、寿命は長く、美しい宝玉に囲まれているが、生死を免れない。無色階の上には四点があり、主民点という名前で、 そこには、生死はなく、災害も及ばない。その上には三境があり、これは三天、または三世高しとも言う。三境の上、すなわち三十六天の最上部には大羅天がいて、過去、現在、未来の三世の天尊がそこにいる。天尊は三十六天すべてを統括している。道門警報総称次女巻紙三十六天説は、 仏教の三階二十八点説を仮想部に取り込んでおり、仏教の展開の上に、同教独自の点を置くことによって仏教よりも優位であることを示した。また、神仙は細かくランク分けされ、それぞれの位階に応じて住む場所が決まっており、三境には九仙、九馬、九世の二十七の位があり、それぞれの位の仙人、マサと、聖人が住むとされた。 地上の仙民展開は、神仙の住む場所とされたが、地上にも、神仙の住む場所はあるとされ、古くは、宝来山や、金籠山がその場所であるとされた。地仙の別天地として徐々に整理されたのが、同天の世界で、陸朝時代中期頃から、天と同様に十六の同天があるという観念が、生まれた。魔皇では、道天の一つとして、か山にあるとされる。 火曜堂天について記載されており、その洞窟の中は特殊な光によって、外界と同じように、明るく、草木、水卓、アスカ、風雲など外界と同じ自然が広がっている。宮殿や役所があって、多くの地線が戦艦となり、全体が上位の神戦の統括のもとにある。鬼の世界、鬼とは、死者の霊魂や天地山川の精霊のことである。 不老不死を理想に掲げる道教としては、鬼は理想を達成できなかった存在ということになるが、実際には誰もが、死からは逃れられず、実際には、道教と鬼の関連は深い関わりを持っていた。もともと、前漢末頃には、死者の霊魂は大山に集まるという観念があった。大山には、冥府があり、地上と同じような官僚組織が存在し、大山府君が、 名理と共に一般の鬼を支配すると考えられていた。中国に仏教が流入すると地獄の観念と結びつき、人は死後に大山地獄に入って大山不君による裁きを受け、明快での処遇が決まると考えられるようになった。同居の鬼の考え方もこういった背景のもとに現れており、魔皇では 死者が第一から第六まで存在する天宮に赴向き、機械での処遇を決められることが描かれている。魔法においては、世界が、旋回、人海機械の三部からなることと、それぞれの世界に住むものは固定しておらず行為の善悪によって、上に登ったり下に降ったり、循環往来することが説かれている。人海から旋回への移動のためには、副義、あり思うなどの道術や、 経典の読書、暗魔、理髪、動員などの健康法などが必要とされる。一方、機械から、旋回、人界に移ることができるものは、地下主者、地下記者と呼ばれる、鬼と仙との中間的な存在である。地下主者となることができるのは、生前に、ただ高や、低下度であったり、隣徳があった人で、死後長い年月を経て仙人になれるとされている。このようにして、 現世において仙人になることができなかったものでも、死後に仙人になることがあり得るとされ、仙界への道がより広く開かれることとなった。道教においては、地上の人間の行為を天の神が見ていて、行為の善悪に従ってその方法として家福がもたらされるという観念があり、そこから日常で守るべき倫理が説かれることとなる。 人の行為に天が賞罰を与えるという考え方は、牧師や当中女の再遺説など中国に古くから存在し、同教関連では、法牧師のほか、太平行や霊法行などに見えている。霊法行には、日常において守るべき倫理として、十戒が挙げられており、これは仏教の戒の影響を受けつつ、中国の日常倫理と融合したようなものになっている。一には、 殺さず、まさに主情を念ずべし。2には、人の不条を見だら犯せず。3には、義にあらざるの罪を盗み取らず。4には、欺いて、善悪性反対の議論をせず。5には、酔わず、常に上行を思う。6には、胸近は牧師、親をそしることをせず。7には、人の善事を見れば、自分も、同じように歓喜する。8には、 人の憂いあるを見れば、助けてそのために服をなす。急には、相手の方から私に危害を加えても、志は報いざるにあり。中には、一切まだ道を得ざれば、我は望みを有せず。大浄道、厳令法治へ、定し通り、微教その後、壮大以後に、民衆の間で流行した、前書や、行為の善悪を点数化する。 高価格によって、日常倫理が解かれることとなった。前書前書は、一般民衆を強化する、通俗的な民衆道徳書であり、仮想知識人や庶民に向けて書かれていた。道教系、仏教系のものがあり、無料で反布された。道教的な前書の源流は南宋にあるが、民末になって三教合一の風潮が強くなると、特に流行した。 前書の誕生の背景には、一般民衆が主体的な行動によって自身の家福を定められるという観念があり、これは宋代以降の庶民の社会的地位の向上を反映していると考えられる。同教的な前書の最初の例が、南宋の大城官王編で大城郎君に授けられた言葉として12世紀中頃から流行するようになった。 13世紀の李州は、この本の出版流通を積極的に言った。ここには、身近な日常倫理が、具体例とともに平易に説かれており、その内容は、儒教、仏教、道教の枠を超えて、すべての人々に通用するものであった。この書は、完全超悪の書として、人々を強化する書として長い、間中国社会において、大きな役割を果たした。 高価格同じく壮大以降に流行した高価格は行為の善悪を点数によって示しその数値によって自分の行いを反省し道徳実践に向かうように進めた書の総称である現在伝わる最古の高価格は1171年に清明道の同志によって伝えられたとされる太し美仙君高価格であるが当初は 同志や神道を対象に規律を具体化した、同教教団的な色彩が濃いものであった。民末になると、より庶民に開かれた日常的行為の規範として、簡潔な高価格が生まれた。例えば、重病人を一人救うと10ポイント、人の財物を盗んだ場合は100銭で、マイナス1ポイントというように細かに点数が定められており、人々は寝る前に、 墓石にその点数を正直に記入し、自分の効果の総数を知り、自身の道徳的行為を制作した。前書高価格を実践した人物として、著名なのが、遠良本で、彼は当初は、人間の運命は定められているという、宿命論的思考を持っていたが、高価格を授けられ、 自分の意志と善行によって、運命を改変することができるという立命論の立場に転じた。彼は、高価格を実践して、願いを成就して真摯に至り、民衆に全書を広め、下級知識人層に影響を与えた。中国には何らかの霊的な能力が宿るとされる、府が古くから用いられ、天災、人災を防ぐほか、 邪悪、病魔を退散させる呪術の一種として普及した。古くは、水骨旗漢、秘書に負の存在を暗示する、うふの文字があるほか、バオをイ白書、52病型に模負を使う記述が見られる。五漢の洛陽郊外の山間部からは、信光元年と年代が判明している最古の負が発見された。東京においても古くから負 霊符が用いられ、その結びつきは強く、符といった呪術に対抗して生まれた、全身鏡でさえ後になると符を用いていた。符は、動詞によって書写され、紙や布の上に、天書、霊書の文字が書かれたり、文字ではない屈曲した図柄や星、雷の図形などが書かれた。道教経典によれば、大乗郎君が、東方に発する木の形状や、 蛇のようにうねる山岳や川の様子を天空から見て描写したとされる。こうして書かれた符は宇宙の生成回句、変化ルテンを表し、神秘の力と共鳴して不可思議な力を発揮するとされた。天使道の家では7歳から16歳までに道術を学び、道術を得得すれば符が授けられるとされた。とは名簿、記録のことで転換や 神仙の命と同志のなさつの二種がある。昇る誠には、同志の生命や、道号などが記され、儀式を挙行して、霊的に同志の名前が登記され、これによって、同志として認められて、天神の加護を得ることができた。したがって、同志によっては、神に授かった非常に重要なものであり、その呪々の儀式は荘厳なものであった。は 霊夫と共に用いられることも多いため、ふとも呼ばれる。伝道とは、同教教団への加入式であり、同志になるための儀式である。基本的には、解律を受けることや、天使の長を受けることによって、同志となる。同志の階級は細かく区分されており、階をどれほど受けたかによって差が設けられている。 小一教の場合、子供は7歳で、最初の宗教的異界を受けて、サラレーと呼ばれ、数年の間隔を置いて、最初のである、同時一将軍、三将軍、十将軍を受け、思春期の頃に、七十五将軍を受け、生となる。お伝授されるということは、受けた者がそのの神々を名役関係を結ぶということである。除海の前夜には、儀式の開催を告げる。 上昇を行い、集まった神々に異界を授ける弟子を知ってもらい、翌朝に、どの儀礼が行われる。ただ、一度多ければ一生神々との関係が、持続するわけではなく、そのに関係する神々と、定期的に名約を更新する必要があった。祈祷によって呼び出された神々は、越の儀式によって同志に検閲をかけ、その後に供物を受ける、の儀式が行われた。 これらの儀式によって得られた方位は非常に官僚的なシステムによって統制されており、伝授による理解が細かく定められていた。時とはもともとは別系統の儀礼であったが、後に一連の儀式として行われるようになった。時は死者を救済する死者儀礼と人々の生活における危険を排除し、平安を祈る祈りやすし儀礼の二つの系統がある。 死者救済儀礼として成功したのが奇祭である。これは、採取の依頼によって同志が行う儀礼である。同志は本来は、修行によって、自らが先人となることを目指す修行者であるが、そうした同志が他者である採取の依頼によって、罪の残悔を主とする儀礼を行い、その孤独を死者に振り向ける。同志にとっては、これが、他者のためのための利他子であり、 こうした儀式を行うことそのものが一種の修行となる。また、これとは別に、在家信者の間では、土人行の読唱による死者儀礼も行われていたと考えられる。土人行は、霊法行の代表であり、世界の普遍的な救済を説き、この教を独唱すれば、千人になれる、またた人の寿命を伸ばし人を、最悪から救うとされた。一方、 少女の救済のために行われるのが、祈りやすしぎ礼であり、金、賽が、その代表である。祈りやすの対象は様々で、最悪を起こす星を占いで特定して、その創生に対する儀式を行う礼や、一種の、自沈祭を行う礼、生前にあらかじめ記載を行い一定の負を、与えておく儀式、疾病に対して、神に謝罪する儀式などがある。 こうした儀式においては、明かり儀と儀が多く見られる。養生術に対する関心は、戦国時代から存在し、創始において、呼吸術や動員の術に対する言及が見られる。また、感情芸文史の型儀略の、神仙には十冊の署名が記録されており、いずれも現代には伝わらないが、内容は推測可能であり、以下の例がある。また、 感情型技略には他に異業、異行、警報、傍中があり、健康や長寿を目的としたこれらの技法も、道教と密接な関係を持った。他、道教の修行法として、重要なものとして、壁国、払いき、あり思うなどが知られている。養生術においては、気が大きな役割を持ち、老子においては純粋な気を保ち、 この上なき柔軟性を持ち続けることによって、英治のような生命力を維持できるとされる。道教においては、気を保つ方法の一つとして、腹気と呼ばれる呼吸法が重視された。こうした、養生術は、医学、薬学とも関わりを持ちながら、気を基盤に置く、身体鍛錬の方法として、徐々に、道教の中に取り込まれていった。腹いとは、 同郷独自の呼吸法のことで、胎児が母親の体内にある時には口や鼻では呼吸を行わないことから連想された。その方法は、口や鼻からの息の出し入れを、その音も聞こえず、また自覚もできないほどに極めて微弱にし、吸い込んだ息を呼吸器から消化管に通し、できるだけ長時間体内に留めておき、その後に口から吐き出す。 同教においては、人間に、肉体は、気からできており、気が消滅すると人間は死亡すると考えられておいた。ため、体内の気を、保持充足させる必要が生まれた。腹い木は、同教の呼吸法の中では高度なものとされ、これが修行の目標とされる場合もある。気が重視されたことから、気を体内に巡らせることも、重要視され、これは、行気と呼ばれた。 行気の実践法の基本事項は、呼吸において、生命力に満ちた、清らかな、気を吸入すること、より多く、吸い込みより少なく吐き出すこと、体内の機械に気を充満させること、気を吸入した後に気管を閉ざし気を体内に巡らせる、ことなどである。動員とは、気との一体化を目指して長生きするために行う一種の、柔軟体操で、健康維持。 治病などにも役立てようとするものである。動員の歴史は古く、馬王大白書の動員図には、数十人の男女の様々な動作が描かれ、確認されるものだけで44の動員の方がある。動員は、新刊時代から普及し、五巻末から三国初期に、五金儀という五種類のパターンに体系化された。例えば、虎のポーズでは、 まず体をかがめて、両手を地面につけ、頭を上げて両目は前方を見る。左手を上げ、右足を上げて、重心を前に移し、前へ歩き始め、左手と右足が、落ちちすると同時に、右手と左足を前に出して歩く。このようにして、前に3歩進み、後ろに3歩戻って、左腕と、右太ももを曲げ、体を左側へ。 ゴロンと一回転させてから、両手両足をつけて、元の姿勢に戻る。動員は、医療、新戦術、同郷儀礼など様々な場面に取り入れられ、現代は、気候としてよく知られている。中国最古の薬物書に、五冠初期に聖書したとされる、新能本造業があり、365種類の漢方薬が記されて、常盆、中盆、下盆の3つの分類がある。 以後、両の同士の等合景によって、新能本造業失注が作られるなど、特に同士によって、本造学の研究が進んだ。新旧は中国においては、古くから行われており、院代にまで遡るとされるが、その実質的な誕生は、五感の頃であり、同教との接触が認められる。例えば、太平行には新旧に関する記述が含まれている。後 隋の諸病原考論には、不老調整の薬を体内で生育する場所としての、丹田の学説が説かれているが、これには、難行以来の新灸医学が反映されている。同郷において、成功は、事故と事故以外の気の結合で、宇宙と体の相関システムの調和のために必要な、ものであると考えられたため、某中術が発展した。 これは、集団的乱行、婚姻による夫との関係、人間と神との想像上の結合といった様々な形式で現れるが、いずれにしても、性実践は、同教の革新部に位置するものであった。性の力は、生命の表現であり、男性には、創生、女性には変化という役割が与えられて、その気の運動によって、一気を得て、 道に近づくことができると考えられた。某中術に関する記載は、放牧師や太平行といった初期の経典にも見えるほか、例えば天使道においては、生生活は宗教生活の一部に取り入れられ、過度や愛気といった性の儀式が行われた。角は、通過儀礼の意図する説と、救済の意図する説がある。この儀式には10歳以上の一組の男女の弟子が、 参加し、地域の採取の教会において、以下のような手順で行われた。死と男女は聖室に入り、死は彼らを東に向かわせる。男は左に、女は右にいて、互いに手を交差し、ありおぼして神を思い浮かべる。死は、男女のために告げ神して、救済を来い、弟子たちは合唱して、年主死、史跡から取り除くように唱えた後、 死に従って、四方の神々に恋、三期、重心を、ありを母子、六十心に乗りとし太陽、月などの五心を、ありを燃えする。愛気に入る。弥生、解決職、高圧受法、大きといった手続きがある。神々に苦読を報告する。英字会、男子、社生といった儀式がある。 これらの儀式は合同で行われることもあり、有音長居いをする同士も多く、同感が身分の低い女性や遊女の受け入れ先となる場合もあった。こうした状況は、仏教などから批判されることもあり、安ダケンによって、気の合一の禁止が唱えられたことがあったほか、宗派によっては、某忠術に対して曖昧な態度をとることもあった。例えば、魔皇においては、 某中術に、さほど意義を認めない箇所もあれば、道に従って考説するのであれば有益な術であると、説く箇所もある。結局、陰陽の交流は、道教からは切り離せないものであり、その交流の重要性は解かれ続けた。某中術の文化は後に、様々な方向に発達し、春画の制作や、性交渉時の大意における工夫、薬の使用などにつながった。 当から、僧の頃になると、閲落のための傍中術も発展し、性文学が現れたほか、制具も用いられるようになった。また、道教は、新鮮という現実を超えた存在を理想として掲げるため、創造力の世界と深く関わり、様々な文学作品を生み出した。以下の例がある。特に文学作品として、大きな影響を与えたのが、五世紀末に、 当光景によって編纂された信仰である。ここには、動天や機械が、生き生きと描かれているほか、その詩は、素地との関連が指摘される。魔法は白、巨異、李白、徒歩、異王物、立正因らの詩に、その影響が見られる。また、口語で書かれた通俗的な作品は、当時の庶民文化を濃厚に反映するため、 道教をはじめとする宗教の要素が多く見出される。例えば、水古伝の冒頭は、宋の人僧が竜子山の頂天使のもとへ、薬病鎮圧の依頼のために役人を派遣する、シーンから始まる。また、三国志演儀に登場する、諸葛亮は、同志として登場し、同術によって、風を起こす。ただし、通俗文学に対する影響は、同教だけではなく、 仏教や儒教の影響も濃厚に見出される。宋から清にかけて儀曲が流行し、道教に関連する作品も少なくない。民の主権が元の雑劇を12に分類した際、第1に新鮮道家劇、第2に陰居落道劇を挙げており、共に道教思想を反映する。新鮮道家劇においては、人間は千人に人生の虚しさや、 欲望の愚かさを解かれ、右与曲折を経て、ようやく世俗を捨て、特道に至るという筋書きの話が多い。不因主不邪因といった戒律が解かれる場合もあれば、連機による体感、または、遠征感や新鮮世界への同型といった心情を、中心に描くものもある。また、演劇の際に必要となる音楽も、同郷との関係が深い。もともと、太平洋に音楽と、 天地自然の気の関係が解かれており、同館において同曲が演奏された。そのうち歌唱曲は、東大の理園で歌舞と融合して、邦曲に取り込まれ、気楽曲は、俗曲として、急速に民間に広まって、道場と呼ばれた。当初は、道教の経典の内容を歌唱に託して、教えを広めるためのものであったが、その後は、 民間の語り物である摂政の一種、日常み腰として形を変えた。これには地域によって様々な形態があり、南方の四川竹琴や湖北漁み、北方の道場儀などがある。道教をモチーフにして描かれた絵画も多く存在し、疑牲南北朝時代には、古賀市の楽人富士、レ仙図や調奏用の行動天皇図といった作品群が生み出された。 その前世紀は、東大から草原時代にかけてであり、東大の作品として現存するものはないが、歴代名画期、駅集名画録などには、長安や洛陽に存在した、同冠壁画が、数多く記録されている。宋代の、千和画布には、東大画人の同郷絵画が列挙されているほか、五道元といった代表的な作家が生まれた。宋代に入っても、 開風の銅館壁画など多くの作例があるが、道教絵画の合作を制御とする画工の作品は、やや軽んじられるようになった。また、そもそも、中国では絵画を描くためには精神を集中し、精神と自然を調和させる必要があるとされる。そのためには、道と合一し音名の調和を保つことが求められる。ため、絵画芸術と道教の関係は深い。特に山水画に、 道教の理想が現れているとされる。山水画は神仙思想や道教思想に基づく想像上の理想教や陰逸思想を基礎とした新生風景を描いているという点でも道教的である。中国の諸芸術を代表する人物である東身の王義氏は熱心な道教徒であり、彼が所した皇帝行は道教経典であったほか、 魔皇の制作に関わっていた巨子一族と深い関係を有していた。また、魔皇には王義氏自身も登場している。魔皇を整理し同教の教理を整備した、当皇帝も脳書家として知られ、法書要録には、南朝張の武帝と彼の書に関する往復書簡が収められている。唐の眼神経も上新派に傾斜していたことで知られ、魔皇宣団記、岐阜神宣団記、 花姑乃目戦団碑など、道教ゆかりの作品を数多く残した。元神経自身が、屍海戦になったという伝説もある。道教の神鮮世界では、天書と呼ばれる天上の文字が用いられており、これを模写することから、地書つまり、地上の文字が生まれたとされる。北京の白雲館台湾にある、道館道教の宗教活動のための施設は、道館と呼ばれ、 現存するものとしては、草原時代に由来を持つものが最古である。ただし、道教建築には、様々な要素が混在しており、仏寺、道館、民間祠の区別され見出し難い場合も多い。道教研究者の奈良幸弘は、道教の死病を以下の三種に分けて整理している。朝、祭り系死病平地と死型死病山中。 三丁型指病道教の経典を集めた銅像は三道四タスク十二類の分類で分けられている。三道とは、マら誠教、ホラ元教、ホラ神経の三つで、それぞれが、本文、神父、玉分け、霊図プロク、戒律、意義、方法、修術、起伝参照、表層の十二類に分かれている。三道は上、清常、霊法行。 三工業とも呼ばれ、四世紀から五世紀にか山派を中心に制作された。しすけはこれより遅れて五世紀から六世紀に作られ、太平道や天使道、道家や新鮮家などの書物を補って成立した。ただ、三道四タスクが厳格に分類通りに分けられているわけではなく、また、牧師や藩彦など道教以外の書物も一部含まれている。道教、 儒教、仏教の間には、様々な相互交渉と融合が起こった。仏教と道教の融合の事例としては、展開説、公の観念、地獄、士官、善の思想、大乗思想、空思想、仏教思想などがある。儒教と道教の融合の事例は、倫理思想の面によく現れており、太平行や放牧師など、儒教の倫理道徳が基調となっている経典は多い。 仏教が中国に伝来した際、中国に固有に存在した未知や思想、新鮮思想を媒介として、中国の社会、文化の中に入っていった。老子がインドに入って、仏となり、作ったのが仏教とする、老子化、古説や、老子、孔子、岩塩は、仏が中国の人々を強化するために派遣した、仏弟子であるとする、賛成派遣説などが唱えられ、 道教、仏教は、互いの優位性を争うこととなった。元記念館、同士の古漢が、エビスナツ論を表すと、エビスナツ論争と呼ばれる仏教と道教の論争が、始まった。古漢は、仏教と道教はその根源的な真理は一致しており、どちらも人々の本性を完成させるという目的は、同じであるが、そのための教化方法が異なり、中国においては、 中国の風俗にあった道教がふさわしいと述べた。仏教の要素は道教にも取り入れられるようになったが、特に霊法行の仏教授業は顕著であり、仏教の宇宙論、大乗思想、因果応報思想、戒律などが霊法行の中に取り入れられている。儒教で最も重んじられる道徳である、公も道教に取り入れられており、祖先祭祀を行うことによって、 亡き先祖を思う心が天を感動させ、冥界の魂に、報いが及ぶと考えられていた。陸修正が整備した儀礼である、礼法祭は、父母の重恩を思う気持ちが、時の根本であることを強調し、家の祖先を供養するための時や、国家の安寧を祈願する時を整備した。これは、儒教の思想と同じように家と国家の安寧を、祈願するものであえ、当代に同教が、 王朝に重んじられるきっかけを作った。こうして三教の間の交渉、融合が進むにつれて、呪、仏、道の一致を主張する説も多く提出されるようになってきた。特に壮大以後になると、自己収容を目的に内端に関心を持つ人が増え、その一致が解かれるようになった。同教の側から、この議論を行ったのが、五神編で、この書では、 生に重きを置く仏教と命に重きを置く道教は不可分でかつ儒教経典である論語や駅を引用しながら講師が生命の奥義に通じていたと述べられている。道教は特にアジアにおいて伝播し各地域の文化に様々な影響を与えた。現在シンガポールにおいては総人口の3割ほどが道教信者であるほか香港でも 熱心に信仰されている。道館の最大の拠点は台湾に置かれている。また、西洋においては仏教、儒教ほど普及したわけではないが、家人の住む地区には道教信徒コミュニティが多く存在するほか、道教の技術や実践に対する関心は高い。例えば、道教の寺院のマソ病は、もともと海南の予言を行った、福建の御子を祀ったものであり、 アジアの宴会地域に数多く存在する。また、鑑定病も三世商人によって商業神として広められ各地に存在する。韓国同郷については、韓国の同郷研究者は韓国で自生したものとする説が多い一方、国外の研究者からは中国から伝来したものであると考えられることが多い。自生説の根拠は、三国式に 白木の風流や過労という独自の教えがあり、これらと新鮮の関わりが指摘されている。また、韓国道教の説話には、段訓説話や高栗の建国神話と関連し、韓国で発生したことを説くものがある。伝来説の根拠は、三国式に624年に、唐の皇祖が、同志、天孫像、同胞を高栗に送ったと記されており、 これによって道教が積極的に導入され、制度的に定着したとする。また、これ以前にも、4世紀初め以前の落老の遺跡から、道教の塾である道教が見つかっているし、5世紀初めの古墳壁画にも、千人、千獣が描かれている。琉球には、同志がトライして定住した記録や、道館が建築された記録は残っておらず、道教が、 体系的に伝来したわけではない。しかし、道教とか代わりの深い神々が琉球に捕らえしたことは確かで、その神々は民間の病神、国家の守護神といった多元的な面を有していた。また、国王と道教の関わりとしては、1436年に中山王の懐器は、琉さ山の朝天使に書簡を送り、負を賜るように願い。 その後に府を受け取ったことがある。沖縄における中国伝来の信仰、習俗を詳細に調査したのが、道教研究者の久保則忠で、彼によって、久米村の天肥病、天孫堂や、人家のかまど神、集落の土帝君、屋敷の入り口に設けられた、病部、再使用の神銭といった事例が報告されている。道教の日本への伝来は、儒教、仏教が、 総合的な文化体系として、日本に大きな影響を与えたのに比べると、組織的な形で流入したわけではない。実際、剣闘士が元素に越見した際、同志を紹介されたが日本は同教を尊ばないという理由で拒否したことがあり、剣闘士などの正式な形で同志が日本にトライしたことはない。日本では、同志や同感はほとんど見受けられず、同教が、 体系的な構造を持って日本に定着したとは言えない。しかし思想面では道教の影響を多大に受けており、日本の人々の基本的思想の形成に関わってきたとされる。道教を構成する様々な要素は日本に伝わっており、特に神戦術、養生思想は早くから日本に流入していた。日本国未在所目録には新宣伝や 列船伝のほか三階行、新衣行、銃、隙といった道教的宇宙観に関わる書、また、宝牧師、老子家、古行、本気和行、大乗霊法行などが記録されている。古代日本文化と、道教古くは古墳時代前期の遺跡から発掘されている三角円新獣教には、新鮮の像が刻まれたものがあり、合わせて、不老長寿、 復帰栄達、子孫繁栄を願う文が記されている。神鮮思想は、常コ予告の観念と結びつき、不老不死の仙人が住む理想郷としての常コ予告が考えられるようになった。浦島太郎の物語となった、日本初期の記録においては、常コ予告と、蓬莱山が結びつけられている。日本の神と、道教神話が関係する場合も多く、例えば、 天理史石上神宮の普通の御玉には、道教の屍海戦のイメージが重ね合わされており、その逸話は、創始と共通する部分がある。こうした古代日本文化と道教の関係は、福永工二によって網羅的に論じられている。神仙思想のほか、医薬の術、養生法、除災の呪術、戦術といった日常生活に密接に結びついた、実用的。 具体的な面も多く受容された。日本初期によれば、6世紀に、くだらから、駅博士、歴博士、医博士、最悪士などが派遣されたほか、7世紀初期には、僧侶によって、歴本や遁行法術の書がもたらされた。こうした技術の中には、同教の要素の一つである音名五行思想や呪言、占い、お札などが含まれている。こうした技術は、 大法律領によって、恩明領と、天約領が設置され、律領国家の中に組み込まれることとなった。また、927年成立の演技式に記された天地の神々に対する、祭祀においては、そこで用いられるノリとに、儒教、道教の色濃い影響が見受けられる。また、呪術や、お札も広く用いられており、古代から中世に至るまで、多数の、 呪符木管が発見されている。これは短冊状の木の板に腐の文様と文字を記したもので、様々な用途に用いられた。中世から近年に至るまでよく用いられている、道教由来の呪文に、救助律領という言葉がある。これは、元は、中国の公文書の決まり文句が、道教の呪術に転用されたものであり、日本では、主言道で広く用いられたほか 河原の魔除けやお札、また、仏教寺院で用いられている例もある。また、主言道で用いられる、九字ご神法も、宝牧師に由来し、元は、道教系統の呪文である。三教ゆびき道教を、仏教、儒教と並べて、三教と呼び、三者を比較しつつ、それぞれの思想の要点を論じたのが、空海の三教ゆびきである。この書では、 三教はそれぞれ聖人の説でありそれぞれが価値を持つことを認めた上で仏教を最上とする。空海は道教を老子を基調とする無欲にして道と一体化するという思想に放牧師の神仙思想を合わせたような形で捉えていた。ありがとうございます。